はい、どうも月ラボです。今回ですね、こちら GMK テックより NACBOX4 というミニ PC を提供いただいたのでレビューしていこうと思います。 NACBOX4 は CPU に Ryzen7-3750 を搭載しています。内蔵グラフィックに AMD Vega10 を採用しており、 AMD の内蔵グラフィックは比較的ゲームもこなす優秀な CPU です。また価格も魅力的で十分なスペックながら価格は手頃です。NACBOX4 をしばらく使ってみて感じた良い点悪い点のアウトラインです。まず良い点としては、バランスの良いスペックなことと、ある程度の作業はこなす CPU パワー、ゲーム相性も良く価格も手頃です。悪い点としては、 Wi-Fi6 に非対応というところですかね。全体的に良い点が目立つ良質なミニ PC と言えます。細かくはそれぞれの項目でご紹介しますが、スペックと価格のバランスがとても優れたミニ PC だと感じます。また AMD Vega 10のゲーミング性能が内蔵グラフィックとしては光ります。トータルで見てもバランスが良いミニ PC と言えるのではないでしょうかね。 NACBOX4 のスペックを見ていきましょう。 OS は Windows 11 Pro になっており、 CPU は AMD Ryzen7-3750H です。メモリは 16GB DDR4-2400MHz で、最大 64GB まで拡張可能です。ストレージは 512GB の M.2SSE で、最大 1TB まで拡張可能です。通信周りは Bluetooth が 4.2、 Wi-Fi が5です。映像出力に HDMI 2.0 2ポート、Type-C は 4K60Hz に対応し、最大でトリプルディスプレイの環境を構築できます。世代的には第2世代 Ryzen に含まれる 3750H ですが、まだまだ現役で使用できるスペックを持っています。価格に対して良いスペックが採用されていますが、 USB が 3.1 止まりだったり、 Wi-Fi6 に非対応だったりと、細かい部分でのコストダウンは図られていますね。 NACBOX4 の筐体を見ていきましょう。特徴的な八角形をしています。サイズ的には小さい弁当箱ぐらいですかね。 NACBOX4 はファン搭載機としてはかなりコンパクトに設計されています。本体は全体的にプラスチックが使われていますね。フロントは電源ボタンとイヤホンジャック、Type-C と USB3.1 が2ポートです。 Type-C は 4K60Hz のディスプレイ出力にも対応しています。またファンレス機並みに厚みがないのも特徴ですね。バックポートは電源と HDMI 2.0 が2ポート、 USB3.1 が2ポート、LAN というような構成になっていますね。サイドにはマイクロ SD カードリーダーもついています。ボトム面はファン用の通気口があります。ベサマウンタには非対応のようですね。横置きでもいいんですが、排気効率を考えたら縦置きの方が相性が良さそうですね。はい、こんな感じで縦置きだとスリムさもいい感じです。電源ケーブルが海外仕様の3ピンになっています。対応するタップか、こういった変換ソケットが必要になるのは注意が必要ですね。 NACBOX4 はこのコンパクトサイズながら、なんと 2.5 インチのハードディスクの追加に対応しています。本体裏面のネジを4箇所外し、四隅を外すことでメインボードにアクセスすることができます。四隅がまあまあ硬いのと、本体の方と何かしら配線がつながっているので、注意しながら開封しましょう。実際にやってみましょう。はい、開封するとこんな感じですね。SSD とメモリがついています。メモリはワンスロット空いているようなので、ここで増設が可能です。これも嬉しいポイントですね。で、本体カバー上面に 2.5 インチのハードディスクを固定するネジ穴と配線テープが付けられています。このサイズながら本体内部にハードディスクを格納できるのは驚きです。 CPU 性能を測るシネベンチのスコアは3515という結果になりました。CPU スコアだけ見るとミドル寄りの性能のようですね。処理自体はサクサクしていたので、もう少し伸びるかと思ったので意外でした。ミニ PC というカテゴリーにおいては必要十分なスペックかなと感じます。軽作業はもちろんのこと、そこそこ重めの作業、例えば画像処理などはこなしてくれると思います。今回はこちらがメインかもしれませんね。グラフィック性能を測る 3D マークです。価格に対してのグラフィック性能が高めで、トータルでのバランスが良いことが売りだと思いますね。実際のベンチマーク結果としては約650ということで、グラボで言うと GTX1050 がおよそ1500ぐらいなんで、一応内蔵グラフィックなので過度な期待は NG ですが、 HD 価格帯であれば動かせるタイトルもあるかなというレベルですね。実際のゲーミング性能は別項目で検証していきたいと思います。ディスク速度を測るクリスタルディスクマークを回してみました。内蔵ストレージの詳細がスペックには載っていませんでしたが、かなり速いですね。
ストレージ速度は実際の使用感に直結するので、ここをケチっていないあたりはかなりポイントが高いです。ソフトや PC の立ち上がりは早く、バイアスメニューに至っては入る際に構えていないと間に合わないぐらい起動が早いです。 MacBook 4はオートファンコントロールがついています。負荷に応じてファンの回転数が自動で上下します。低負荷時と高負荷時の差が結構あって、ベンチマークを回しているときは結構ファンが回りますね。一点気になったのは、運用初期で低負荷時でも割とファンが回っていたことですね。ブラウジング程度でもそこそこ回っていたんですが、その後試しにグラフィックドライバーを更新したところ、なぜかこの現象が収まりました。電源プランにラデオンベガ10の設定をベースにしたようなプランが設定されていたので、そのせいだったのかもしれませんね。とりあえず MacBook 4の初期セットアップ時にはグラフィックドライバーを更新するのをお勧めします。 MacBook 4のゲーミング性能をタイトル別に見ていきたいと思います。先に言っておくと、 Ryzen 7 3750H のグラフィック性能のベースラインは HD 画質です。フル HD 画質も試してはみましたが、それぞれのタイトルで結構きつかったので今回は割愛しています。まずは Witcher 3ですね。タイトルとしては結構古いんですが、当時からグラフィックはかなり美麗で、今現在においてもそこそこ重めのゲームです。もちろんフル HD は厳しかったわけですが、驚いたのは HD 画質で、画質を最低まで下げればそこそこ動いたことです。フレームレートはおよそ 24fps あたりで、正直快適というレベルではありませんが、内蔵グラフィックで Witcher 3が動いたということ自体が驚きです。今回の検証で一番動作感が良かったのが Apex Legends でした。おおよそ 30fps から 40fps 前後を出し、内蔵グラフィックとしてはなかなかの動作感だと感じました。オブジェクトが少ない場面では 60fps に行くこともあり、意外な結果になりましたね。もちろん射撃訓練場での検証なので、実際の PVP となった場合はもう少しレートが下がるでしょうが、最も動作感が軽かったのは意外でした。MacBook 4のゲーミング性能のまとめとしては、ほとんどのタイトルで 720p が最大で、画質は最低レベルまで落とすことが前提ではありますが、内蔵グラフィックで Witcher 3を動かせるとは進化したなというふうに感じました。お金をかけず軽くゲームをプレイしたいというレベルであれば良い選択肢ではないでしょうかね。 MacBook 4の使用用途はかなり広いと感じました。ゲームから普段使い、画像処理やプログラミング、サーバー機としてなど、ミニ PC という括りながら対応できる範囲の広さが強みです。個人用途でももちろんニーズはありますが、ビジネス用途として調達する端末としても良いと思いました。公式で挙げられている使用用途はそれぞれ難なくこなすスペックは持っているかと思いますね。またバイアスの設定は必要ですが、スケジュールでの電源管理やウェイクランなど柔軟なファンクション機能は昨今のテレワークニーズにマッチしていると思います。リモート先のホスト機としても良さげですね。今回 MacBook 4をレビューしていて感じたのはコストパフォーマンスの良さですね。スペックと価格のバランスがとても優れていると感じます。 Ryzen 7 3750H の処理性能はおおよその需要は楽にこなすスペックは持っています。それとストレージの性能が良く、体感的な速度が速いことも評価するポイントだと思います。もちろんこの Ryzen 7 3750H 以上のスペックを持つミニ PC も存在しますが、どうしても価格が上がってしまいます。本来ミニ PC に求める手軽さとスペックと価格のバランスこそが重視されるのではないでしょうか。スペックに妥協はせず、価格は抑えられているので、ミニ PC 本来の需要にとてもマッチする良品だと感じました。はい、というわけで今回ですね、こちら GMK テック MacBook 4の方をレビューしていきました。この動画が参考になったって方がいらっしゃれば、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。以上、ザキラボでした。ありがとうございました。